新見世線は台湾台北市中心部から市南部を経て、二北市新見区へ至る台北都市運の路線。路線の全長は9 3トル。松山線の開業後、松山駅から北回りで西門駅を経由して、新見世駅へと至る松山新見世線を構成する一路線となった。七町駅から小壁端子線が分岐している。全列車が 松山線との直通運転を実施している。2014年11月以降、運行時間は6時から24時頃までで、松山線松山駅中世記念堂駅、新見世駅間の系統と、松山駅中世記念堂駅大電、大楼駅間の系統が運転されている。列車はすべて各駅停車で、大電大楼駅以南は、おおむね6から8分間隔で、23時以降は、 運転本数が減少する。かつて湘南門支線が独立した系統であった際は10分間隔で運行していた。長らく時刻表が交付されていないですが、2018年から駅物時刻表が交付される。駅はすべて地下にあり、ワンマン運転方式の鉄道である。各駅でホームドアの設置や車椅子に対応したバリアフリー化が進められており、携帯電話の電波は、 列車が走行中のトンネル内からも十分通話が可能なように中継されている。一方、改札内に売店や自動販売機類はなく、ガムや清涼飲料を含めて飲食は罰金の対象となる。C371 型、C381 型がすべて6両編成で運行されている。1両の長さは23.5メートル、車両幅は3.2メートル。 一編成の乗車定員は1914名ある。ため、列車長は、日本の JR 在来線の通勤型電車のほぼ7両分、乗車定員では12両分以上に相当する。車両基地は7町駅から障壁端子線に至る。沿線に、新見積象が設けられている。ありがとうございます。